して、ピレットのジャンプ、往復のビッグサークルターンで、下から上上がって、下から上に上がって上に伸びるとき、そこに合わせて、ターン、こっち側に体を一周回すんですが、下から上に上がるこのタイミングに合わせて右足を踏み切ってジャンプして回る。一回いきます。で、上の手の動きは上がってそのまま回る、一周回る360度のピルエットです。こちらを見て、右手も左手も同じ回転のまま、そして体を返す、戻ります。この一周の回転でターンしてしながらジャンプする、往復のターンから下から上がる勢いに乗ってジャンプ、下から上に上がるときに右足、後ろの足を軸足、踏み切って左足側の方に乗ってジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。今ちょっと目が汚かったんですけど、できるだけこのラインを保ちます。一回転で止まる、そして戻ると反対回転になるので、今度は逆足入れ替えて戻る、止まる、ジャンプ、止まる、ジャンプ、止まる、ジャンプ。そうすると大きなビッグサークルの円になって、円も出るはず。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。で、もし場所をあまり使わないときは、ジャンプを横よりも上に。距離を使えるときは大きく。からのビッグジャンプ、からのビッグ